えっと今私はあの新興コンコーリンにいます。えっ、ー、とここにはトドマツあるいは水鳴らといった、えー、新興コンコを代表する樹種が、えー、分布しています。で今こう斜面を下ってくると、えー、川に近くなっているんですが、えー、植生が大きく変わる、えー、様子を見ていただくことができます。で、えー、私の少し前に川があるんですけども、えー、川のところ川の周辺にはヤナギであるとか。 それからケヤマハンノキといった、まあ、川の近くに分布する紅葉樹が多く見られますまた正面にはタカイキ、ヤチダモという木が現れてこれも川の近くによく出現する植物です 今ここは赤い戸松の林になっています周りに見えるようにほとんど大きい木は赤い戸松だけで構成されていますでこれは新興根高林とは全く違った林ですでここの特徴は下が地面がとてもこう湿っているということですいわゆるデ炭がたまった湿地になっていますこの湿地の上では 地下の水位がとても高いので、多くの木の種類はここで生育することができませんが、この赤い松はこういった条件下でこのように大きな林をこう作ることができます。この林の輪床は一面笹に覆われています。で、ささもこう湿地湿地で湿地なんですけれども、表面表層に根を張ることで このような湿地でも優先することができます。赤いぞ松がたくさんあるんですが、こういった湿地に生えているのであまりこう成長がいいわけではありません。例えばこの木は太さが約十センチぐらいの木ですけれども、平均的に言うとこのぐらいの大きさの木でも木の年齢はもう百年を超えているぐらいです。で、この林の中では太さが六十センチぐらいの木で木の年齢が七百年というような。 例も見つかっています。